ブラバースジャイギャンティアスゴキブリは、昆虫綱ゴキブリ目のうちシロアリ以外のものの総称。シロアリは、系統的にはゴキブリ目に含まれるが、ゴキブリに含められることはなく、伝統的には別目としてきた。なおカマキリ目と合わせてアミハネ目を置き、ブレトーディアをその下のゴキブリア目とすることがあるが、その場合、ゴキブリはゴキブリア目となる。熱帯を中心に、全世界に約4000種、うち日本には、南日本を中心に50種余りが知られる。世界に生息するゴキブリの総数は1兆4853億匹とも言われており、日本には236億匹が生息するものと推定されている。和名の由来は諸説ある。大器をかぶることから、大器かじり、食器の下に身を潜め、大器をかぶることから、大器かぶり、大器のふりをすることから、大器ぶり、等の説があるが、いずれも、大器との関連では共通する。現在でも地方によっては、ごっかぶい、ぼっかぶりなどの方言呼称が残っている。他の方言呼称として、クロッツ、アマメ等がある。ゴキブリという名称は、明治に出版された、日本初の生物学用語集に脱字があり、ゴキかぶりの、かの字が抜け落ちたまま拡散、定着してしまったことに由来する。平安時代には、芥坊野や、との坊野の古名で呼ばれ、江戸時代には、アブラムシと呼ばれるようになった。俳句では、アブラムシは、夏の季語であるなどは広く親しまれていた名称だが、生物学上では、アリマキとの混同を避けるために近年ではあまり使われなくなっている。漢字表記には、漢名のヒという文字が当てられる。沖縄県では、これがなまって、ヒーラーと呼ばれる。中国では、ロー、香港では、という区別で呼ばれることもある。後者は、も、常用漢字ではないが、日本でも、時折ゴキブリを表す漢字として用いられることがある。体長は、最小種で 10mm ほど、最大種で 100mm に達するが、家中性の種はどれも10から 40mm 程度である。最大種は、南米に生息する南米オオチャバネゴキブリで、体長 110mm、海上 200mm に達する。日本産の最大種は石垣島、西表島に生息し、体長 50mm になるヤエヤママダラゴキブリである。一部の例外を除き、多くの種は全身が上から押しつぶされたように扁平で、狭い場所に潜むのに都合が良い体型をしている。頭部は胸部の元に隠れる。口には大きな顎があり、食物をかじって食べる。複眼の機能は、あまり良くないが、長い触覚と尾部の尾毛がよく発達し、暗い環境下でも周囲の食物や天敵の存在を敏感に察知する。足がよく発達し、全身で走るのが速いが、交代ができない。例えばワモンゴキブリの走る速さは1秒あたり 1.5 メートルと言われている。成虫には普通は羽が2〜4枚あるが、前肢だけ伸びる種類、もしくは羽が全く退化してしまった種類もいて、これらの種類は飛翔能力を欠く。また、羽が揃っている種でも飛翔能力は低く、短距離を直線的に飛ぶ程度である。アブラムシの別名もあるように体表に光沢を持つ種類が多いが、種類によっては光沢を欠くものもいる。光沢を作る脂質はヘプタコサジエンを主成分とする。卵幼虫成虫という成長段階を踏む。不完全変態の昆虫である。卵は数十個が一つの卵鞘に包まれて、産みつけられるが、チャバネゴキブリのようにメスが、卵鞘を尾部にぶら下げて保護するものや、サツマゴキブリのように、一旦体外で形成した卵鞘を、体内のポケット状の器官に引き込んで、体内保護するものもいる。また、完全な胎生である種もいる。幼虫は、羽がない以外は、成虫とほぼ同じ形をしており、5から7回の脱皮を経て、成虫となる。黒ゴキブリのような大型種は成虫になるのに1年半から2年ほどの歳月を要するものが多く、世代交代の速度は意外に遅い。体の脂肪体を栄養とすることで、ワモンゴキブリは水さえ摂取していない状態でも30から40日は生存する。ゴキブリが出現したのは、今から約3億年前の古生代石炭紀。ただし、アルキミラクリスを代表とする石炭紀から発見されたゴキブリ類はブラッテタプター目という別の目に含まれる原生ゴキブリ目はフェルム紀に出現した。日本における最古の昆虫化石は中生代三畳紀の地層から発見されたゴキブリの前肢である。古生代から絶滅せずに生き残ってきたことから人類滅亡後はゴキブリが地球を支配すると言われるほどだが実際には森林環境に依存している種が多いので、人類が自らの環境破壊によって森林環境を道連れに滅亡した場合には、絶滅する種が多いと推測され、人家生活型のコスモポリタン種は依存する人家環境の消滅によって生息範囲が減少する可能性が高い。本来は熱帯雨林に生息する昆虫で、昼間は朽木や落ち葉の陰に潜み、夜になると出歩いて、菌類、樹液、朽木、動物の死骸や糞などを食べる雑食性の昆虫である。やがて特に雑食性の強い種の中から、寒さや食物に困らない人間の住環境に進出する種類が現れ、不快害虫として激しく忌み嫌われるに至っている。ゴキブリは体内に共生する微生物により、窒素排泄物を体外に捨てずに尿酸として、体内に蓄積し、これを共生微生物を介してアミノ酸に戻すことにより、タンパク質などのアミノ酸対窒素に非常に乏しい食環境で生活できる。残飯や動植物以外はもちろん、人間の赤や毛髪、和紙や油まで食べる。家屋害虫となるゴキブリの種類は、すべてのゴキブリのうち 1% にも満たない。人家に住むゴキブリの中で、特にコスモポリタンとして世界中に広まっている外来種には黒ゴキブリ、茶羽ゴキブリ、ワモンゴキブリ等のようにアフリカ原産だったと推測されているものが多い。これらは寒さには弱く、日本での生息地は北海道と高標高地を除く場所である。しかし1900年代後半頃には人家性のコスモポリタン種は北海道にも進出して一年中暖かいビル内などで繁殖、定着している。一方、森林性の種類は、在来種の黄ゴキブリ、森茶羽ゴキブリ、薩摩ゴキブリ、瑠璃ゴキブリ等がいるが、在来種のヤマトゴキブリのように人家にも生活の場を広げる例もある。ゴキブリ目はカマキリ目と近縁で、合わせてアミハネ類をなす。なお、これをアミハネ目とすることがあり、その場合、ゴキブリ目はゴキブリア目となる。古くは、現在のバッタ目、七節目、ゴキブリ目、カマキリ目を一目とし、アミハネ目または直視目と呼ぶこともあった。しかし実際は、バッタ目と七節目、ゴキブリ目とカマキリ目はそれぞれ近縁だが、両グループは近縁ではなく、このような分類は現在ではなされない。シロアリは伝統的な分類では、独立目のシロアリ目とされていたが、現在はゴキブリ目に含められ、シロアリを、黄ゴキブリ属の姉妹群とする説が支持されている。分類体系については様々な説がある。アサヒナは一部の赤を独立したトガとして扱っている。黒ゴキブリ、ペラプラナタフレジェノーザセルビル、1839、外来種、体長 30mm ほどで、体は艶のある黒褐色。関東地方以南の西日本では、茶羽ゴキブリと並んでよく見かけられる種類だが、北日本では少ない。茶羽ゴキブリと比べ野外活動性が高く、林家よりの侵入も多い。日本以外では台湾、中国に分布するが、アメリカ合衆国にも移入している。ワモンゴキブリペラプラナタアメリカーナ、外来種、黒ゴキブリに似て、さらに大型で、体長 40mm を超える。全身の色は明るく、胸には黄色い輪の模様があることからその名がある。性質は、極めて活発でよく飛び、しかも攻撃的。沖縄でよく見られる。九州以北においても、温泉街などの暖かいところに侵入している例がある。コアモンゴキブリペラプラナタオーストラレナ、外来種、南西諸島、伊豆諸島、小笠原諸島で見られ、北海道札幌市や東京都でも偶発的な記録がある。トビイロゴキブリペラプラナタブラニアバーマイスター、1838。外来種、日本では1960年に初めて確認され、各地で局所的な記録がある。ヤマトゴキブリ、ペラプラナタヤポニカカーニー、1915、本州東部で多く見られ、北海道南西部には人為的に生息する。体長は20から30ミリメートルほど。オスは黒ゴキブリと似るが、メスは羽が短く飛べない。主に森林に生息するが、オスは人家に飛んでくる。茶羽ゴキブリ、ブレテラジャーマニカ、外来種、体長15ミリメートルほどの小型種。体は、艶のある、気化支色で、胸部に2本の太くて、黒い帯がある。全世界の建造物に分布するが、比較的寒さに弱く、人家よりはビルなどの24時間温度の安定した場所を好む。森茶羽ゴキブリブレテラニッポニカアサヒナ、1963、人家には生息せず、落ち葉や枯れ草の下に生息していて、分布域も本州以南の比較的温暖な地域に限られる。姫茶羽ゴキブリブレテラリタアイヒャリス九州、南西諸島、小笠原諸島に分布する。京都ゴキブリ、ナブラタキオテンシスアサヒナ新潟県、東京都、滋賀県、愛知県、大阪府、宮崎県などで記録がある。キスジゴキブリシンプロスストライタ白木神奈川県、大阪府、兵庫県、和歌山県などで記録がある。オオゴキブリ、パネスシアアンガスタイペニススプデカ森林性のゴキブリ。普及の進んだ柔らかい朽木の中で家族生活し、朽木の実を食べる。特に低産地で、赤色腐朽菌により赤茶色に腐ったもみの倒木に多い。体長40ミリメートル、全身真っ黒で触角は短く、足は太短くてトゲがあり、カブトムシのようゴツゴツとした形をしている。サツマゴキブリ、アピサープラシャウリアンタリス、伊豆諸島南部、四国地方、九州南部、南西諸島に分布するが人家に侵入することはない。近年本州南部からの報告があり、分布の拡大、定着の可能性がある。朽木の中や落ち葉、空き地に置かれた古いベニヤ板や石の下に潜む。体長30ミリメートル前後。体は黒褐色だが胸部が紅白色、腹部が赤褐色で縁取られる。羽は輪状に退化しているため見た目は三葉虫の出来損ないといった感じであり、裏返した際に見える頭部によりゴキブリであることがわかる。八重山マダラゴキブリラブダブラタヤジェヤマナ、石垣島と西表島に分布する。体長50ミリメートル近くにもなる、日本最大のゴキブリ。昼間は木道などに潜んでおり、夜間活動する。幼虫は沢沿いの石の下などにおり、短時間の潜水行動も可能。小笠原ゴキブリパイクニエシェラススリーナメンシス、外来種、原産地は東洋。日本では九州、南西諸島、伊豆諸島、小笠原諸島に分布する。灰色ゴキブリノフィタシネレア、外来種、原産地は東アフリカ。日本では南西諸島に分布する。鎧モグラゴキブリオーメン型ブラベルスゴキブリ、東洋ゴキブリブロタウリアンタリスリンネウス、1758。原産地はアフリカもしくはロシア南部とされ、ヨーロッパや北、アメリカに広く分布する。マダガスカル、オオゴキブリ、グラムファデリーナポーテントザマダガスカルに生息する屋外ゴキブリ、体長70ミリメートルにもなる大型種。一般的なペットゴキブリ、ブハネで体つきは頑丈。オスは胸に2つの突起を持つ。シュート音を出し敵を威嚇する。動きは遅い。マダガスカルには本種と同様の特徴を持ち屋外に生息するゴキブリが他にもおり、ペット用や生餌用として、日本にも10種類前後がすでに輸入されている。鎧モグラゴキブリマクロパネスシアライノセロスサウスレ、1895オーストラリアに生息する地中種。体長80ミリメートル、体重35グラムに達し、重さでは南米オオ茶羽ゴキブリを上回る。羽は退化し足はトゲが発達する。地中に巨大な巣を作り家族単位で生活をする。餌は枯葉。動きは遅く頑丈で力強い。ペット用に販売されている。デスヘッドドクロゴキブリと呼ばれるブラベルスの一種。体長50ミリメートルほどになる。ブラベルスにしては珍しく羽が黒い。この種は胸の模様が骸骨のように見える。トラペゾイデウスドクロゴキブリ透明な褐色の羽を持つ大型種。フスカの名前で販売されている。体長 70mm になる、凹面型ブラベルスゴキブリブラバースジャイアンティアス、体長 90mm 近くにもなる最大のブラベルス、ガイアナオオゴキブリ小型のブラベルス、ディスコイダリスとも呼ばれ、アメリカ合衆国では、爬虫類やタランチュラなどの餌用に養殖されている。アルゼンチンモリゴキブリブラプテカズビは南アメリカに分布する。体長 50mm ほどになる。メスはブハネ、デュビアとも呼ばれ、爬虫類などの餌用に販売されている。グリーンバナナゴキブリ、パンクローラニベアアメリカ合衆国、中央アメリカ、南アメリカに分布する。透明な羽と薄い緑色の体を持つ小型種。低温に弱く多湿を好む。ジャイアントウッドローチブラベルスに似るが違う属の仲間。テッセラータとも呼ばれる謎の大型種。体長 70mm ほどになるが幅があり、体長以上に巨大に見える。幽霊ゴキブリユーブラバースポスタカス中央アメリカ、西インド諸島に分布する。オレンジヘッドローチの名で販売される。中型種。肉食性が強くたまに共食いをしたりするので、飼育するときはドッグフードなどを与える。踏み型ゴキブリキューバに生息する黒色の地中性ゴキブリ。メスはオスより大きくブハネで山陽虫のような姿をしている。南米オオチャバネゴキブリメガラブラタロンジェペニス。世界一羽が広いゴキブリで翼海長 20cm にもなる。トルキスタンゴキブリブロタラターリス。外来種大阪府での記録があるが定着の可能性は低いとされる。レッドローチという通称でペット用生餌として市販されている。体長19から25mm。表面に凹凸のないアクリルやプラスチックの壁は登れないが、オスには羽が生えて飛べるようになるので飼育の際は蓋は必須。サプラスピレクティリアム、ブラウン、バンディドコックローチや銃声のゴキブリは台所をはじめ住居の各所に生息している。古代ギリシャ時代から記録があるほどで、古来より身近な昆虫の一つとして認識されている。日本においては、古くは約4300年前頃の縄文土器で卵の跡が見つかっている。その印象的な姿や素早い動きもあって、現代の日本では一般的には忌み嫌われることが多く、不衛生や悪い意味でのしぶとさの代名詞とみなされることが多い。アメリカ合衆国の人々の方が日本よりもゴキブリを嫌う傾向が強いという比較調査結果もある。一方で、世界的には必ずしも害虫扱いされているわけではなく、ペットや食用に利用されることもある。隠れ家になりやすい汲み取り式の便所や台所を経て、人間に対してサルモネラ菌、セキリ菌、チフス菌、ポリオ、大腸菌などの病原体を伝播させたりする。ただし、ネズミや蚊などと異なり、ゴキブリが特定の病気を媒介することはない。ゴキブリに対してアレルギー反応を示し、喘息の発作を起こす人がおり、糞の飛散した家屋がズダの原因になる場合も少なくない。雑食性で動物質、植物質を問わず食害する。紙、革や羊皮紙、布製品、ゴムやプラスチック製品も食害する。書籍、屏風、掛け軸などの紙質文化財に対して、被害を及ぼす。ほぼ全世界の一部地域もしくは先住民族によって広く食用として利用されてきた歴史がある。ただし、甲虫類やバッタ類、ハチ類などと比べれば、ゴキブリを食べる地域やその消費量は少ないと言える。清潔な環境下で育成すれば臭みも少なく、種類によっては可食部も大きい。卵鞘も揚げて食べたり酒につけたりできる。調理法は、食人口の多さから極めて多岐にわたるが、東アジアでは油揚げが一般的である。ゴキブリの唐揚げを食べた人の話によれば、食味は芝エビに似ており、食べられない味ではないとのことだが、少なくとも日本ではゲテモノ料理の扱いである。またこれらの食べ方は、食用種や野生種の話であり、一般家庭の台所などから見つかる個体は、有害物質の生物濃縮が進んでいる危険性が高く、食用するのは不適切である。ゴキブリを口にした人間や犬猫は、ゴキブリを中間宿主とする常虫に寄生される場合もある。民間療法では地域ごとに様々な効能が謳われているが、迷信がほとんどである。近畿要略によれば、サツマゴキブリやシナゴキブリのメスは血行促進作用を持つものとして漢方薬の一つに扱われている。また、これらの薬効は日本薬局法では認められていないが、シナゴキブリの乾燥品は漢方薬として入手が容易である。ゴキブリはその体構作りが原始的、平均的であるため実験動物としても利用されており、アメリカ合衆国などには専門の業者がいて珍種などを販売している。中でもワモンゴキブリの評価が高い。ロナルド・エバンズはその利点として買いやすいことを挙げ、何しろ最初から実験室に住んでいるからと述べている。ゴキブリはヒョウモントカゲモドキなどの爬虫類やアロアナノなどの大型淡水魚、ハリネズミなどの小型哺乳類といった昆虫を捕食するペットの名前餌として利用されることが多い。そのため、名前餌用に養殖している業者や店舗も存在する。近年では、マダガスカルオオゴキブリなどがフルーツコックローチなどという商品名で販売される。ゴキブリの防除には、市販の薬品使用から直接攻撃まで多岐にわたる。しかし、幅広い食性や環境への適応力といった、形態的、生態的特性から、ゴキブリを根絶するのは困難である。家庭内のゴキブリを捕獲、駆除するための商品は数多く開発、発売されている。餌、誘引剤と粘着シートによる捕獲器、薬剤が遠くまで飛ぶスプレー型殺虫剤、火や水による化学燻蒸で締め切った室内をいぶす、燻蒸剤、放散やフィプロニル入りの食毒剤が挙げられる。なお薬品は人体にも有害な場合が多く、不適切な使用法によって、薬剤耐性ゴキブリが発生してしまう。スプレー式殺虫剤ピレスロイド系殺虫スプレー、フィプロニルが調剤された殺虫スプレーを直接ゴキブリに噴射して殺虫する。捕獲器、ゴキブリホイホイを山椒食毒剤持ち帰らせて、巣ごと殲滅するタイプのものは、放置すると設置した給餌ケースそのものがスト化す場合がある。燻蒸タイプなどの欠点がある。特に最後に挙げた欠点は致命的なので、プロの害虫駆除業者ではこの方法を使わず、ベート剤などの毒餌を仕掛ける方法で駆除している。JR では新幹線車両や食堂車など鉄道車両にゴキブリが生息することから定期的に燻蒸作業を実施していることを公表している。泡スプレー、合成洗剤など界面活性剤を含む石鹸類消毒用アルコール以上の2つは、呼吸孔を保護している油を溶解させ、気門を塞ぐことにより窒息死させる。氷殺スプレー殺虫成分を含まず、急激に温度を低下させることによって殺すタイプのスプレー。ただし、殺虫成分を含まないことから、ゴキブリを殺虫する効果があると表記することは、法律で禁止されている。詳細は、氷殺ジェットを。山椒液中の中にはアシダカグモオオカマキリのように人間には害のないものもいるが、最も一般的な手段として猫の飼育がある。しかし、幼い時からキャットフードのみで屋内生活をしてきた猫の場合、逆にゴキブリを恐れ、そのエリアに近づかなくなってしまうこともある。またサトセナガアナバチは黒ゴキブリ、ワモンゴキブリなど家屋性の種を仮幼虫の餌にするが、天敵としての期待は薄いとされ、同族のエメラルドゴキブリバチも生物的防除を目的にハワイへ人為的に移入されたが失敗に終わっている。ゴキブリについては様々な逸話や都市伝説が存在する。ありがとうございます。